はい、今日はガサガサしていきましょう。このすごい寒い時期にガサガサしたら何が取れるかやっていきましょう。これしじみ、しじみ、しじみがいっぱいいる。あそこにも、シジミがいるんか。取れたらこれに入れていきましょう。シジミがいっぱいいますね、ここ。なんもいない、なんもいないよ。うわ、坊主だな。坊主。あ、いたいた。しかも魚だ。すげえ。今いたぞ。ほら。やっ。なんだろう、なんだろうな。ちょっと見やすいように待ってね。おいしょ。お、危ねえ。なんだ、なんだろうな。いや、でも取れた、よかった。多分追い川系の何かだな。4センチぐらい。よしよし、でも1匹か。よし、やってこう。ちょっとここのゴミ溜まりもやってみよう。ああ、ゴミごと。いや、ゴミがいっぱいだ。ひっくり返す。おい、いた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 、でかいぞ。なんだ？これはでかい。お、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 お。ちょっと皿に入れよう。逃げる。あ、逃げた。逃げちゃった。ちょ、ポイントが悪いな。ポイント変えよう。なんかさっきから汚いんだけど。なんかこれ。ジョージア。汚いな。これナスディなら飲んじゃう系だよな。これナスディなら飲んじゃうで。コーヒーの色じゃないもん、これ。やべやべやべ。地層ですね。地層がわかりますね。なんだろう。これは、手ですね。いやー、シジミは取れるんですけどね、こんな。生き物が取れないですね。なかなか難しい。やっぱ冬、この雪解け水がかなり厳しいようですね。ちょっと逃がしてやろう。もう逃がしてやろう。
いやー取れない。まあしょうがないか。お、元気に逃げてったか。取れた取れた取れた。おいかわ、おいかわか、お前はおいかわか。ああ、いやー取れたよ。あのここの浅瀬のやっぱ草なんだな。草が覆いかぶさってるところの際をガサガサやるとここいましたね。あーちょっと傷んでるな。冬だからしょうがないんだろうな。冬だから、うん、狭いとこ行こうとするから多分体傷があるんだと思う。こういう木は水深5センチ、こういうところを今やったらいたんすよ。あ、いるかな。まあまあなかなか難しい。取れた、取れました。あ、2匹いたい。小さいもんいた。あ、なんかおいかわ、うん、ギラギラして、よいしょ、小さいのもいた。おお、一気に来たな。やっぱポイントダウン、ポイント、場所がいいとこうやって取れるんですね。今もうここなんすよ。多分取れると思う。よいしょ、ほら、いた。ポイントだ、ポイント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 次第。なんだろう、どうだ。あー見づらいな。うん、ウイカワ、オイカワかな。うん、よし。いやー、ちょっと欲が出てきて違う種類が見たくなってきたぞ。あ、入ったっぽい。入った。あ、おいかわ系だな。うん、よいしょ。あ、ちょっと待って、エビがいる。俺エビ入れた覚えないんだけど、エビが入ってた。あれ、いつの間に。エビ入れた覚えなかった。大量に取れました。これも、うん、ホイカワっすね。これ大量、これ全部ホイカワっす。わあ、さっきとは打って変わって大量っすね。はい、エビと大量のオイカワが取れました。まあ上出来でしょう、ね、じゃあこれを逃がしたいと思います。ああ、この辺いそうだな。うん。
ちょっとやってみようか。おし、押しと、ここの下をやってみましょうか。あー、いい感じだ。お、入った。同じですね、及川の。ちょっとこっちもやってみよう。あー、ここはポイントがいいですね。おお、入った。入りましたね。あ、すごいいっぱいいる。あ、ちょっと種類が違うかな。気がするけど。あれ、これ見て。これは。あれですね、タナゴですね。もう新しい種類だ。おお、すごい。これ大きいな。これ大きいっすわ。おお、すごいね。やっぱポイントなんですよ、ポイント。まあいいか、そのまま逃がそう。観察ですから、観察。すぐに逃がしてやりましょう。タナゴいるんだ。いいっすね。ちょっとじゃあ、ここもやってみましょう。奥の方まで。ちょっと片手だからね、力がよく入らない。ああ、これも及川の子供たちですね。あ、違う、これは違うぞ。ほら、ここに黒いラインが入ってるから。口細ですね、口細。おお、いいぞ。もう何時ぐらいかな。5時ぐらい、4時半ぐらいかな。ちょっと最後にここをやってみよう。ちょっと利き手じゃない片手でやってるから力が入れづらいけどな。ちょっと坊主だったな。ああ、おお、なかなか楽しめたな。最初はどうかと思ったけど、取れないんじゃないかって、ちょっと不安でしたけど、結果大量でしたね。よっしゃ、これで帰れる。よし、帰りましょう。これ雪ですね。日陰にはやっぱまだ雪があります。それじゃあまた、ガサガサします。